動停止。この先が最深部だ。私も何があるかわからない。ベネット艦長。やあマリエル君、きっと来ると思っていたよ。スコピアム融合体の適性反応を検知。あの男は融合済みのようだ。迂闊に近づくな。そんな、いつからなんですか、艦長がスコピアムと融合したのは。忘れもしない、15年前のことだ。そんなに前から。短いようで長い時間だったよ。今日このパラピアムで起こったことは、スコピアムと銀河連邦の運命を大きく変えることだろう。何があったっていうのよ。大勢の人をただ傷つけただけじゃない。未開惑星の小娘に理解できる話ではない。が一つだけ教えてやろう。今日我らの総統は大いなる力をその手に収めた。スコピアムの歴史すら塗り替える力だ。その手伝いをできたことは私の生涯の誇りだ。連邦の運命とおっしゃいましたね。まさか総統派スコピアムたちと共に銀河連邦に反旗を翻すおつもりですか。カーティス大佐をベラガルフをその手にかけたように。やはり何も分かっておらん。連邦に牙を向いたのはカーティスの方だ。今や銀河連邦軍の多くが我らの総統の影響下にある。総統派スコピアムはもはや銀河連邦そのものなのだ。これからは総統閣下とスコピアムの力で得た武力で連邦は半島を一気に拡大することだろう。それこそが連邦の、そして銀河に生きる生命の栄光の道なのだ。気を抜くなよ。文句はそこまでにしろ。耳くさ。ただでさえ気に食わない連邦に、ふざけた歌い文句で一つの言われた男で表現に来るとなれば、レグワルド人は黙っているわけにはいかないな。どうじゃマリー、お前もスコピアム化さえしていればアストリアで相当のクルーとなれていたもの。冗談じゃないわ。こんな姿になるなら死んだ方がマシよ。ならばケニーの仮面をここに。貴様もスコピアムであろう。なぜ総統閣下の武装として接続せぬんだ。スコピアム、ネットワークに公平に接続する子であり継続物ではない。貴様らのありようは我々と交わらぬ。ならば総統が全てのネットワークを牛耳った暁には滅びるがよい。アストリアがなきゃこの程度か。乗ってる船の力を自分の力と勘違いしたか。